ゾフィードロテア・マリー・ホン・プロイセンは、プロイセンの王族。プロイセン王、フリードリヒ・ビルヘルム一世のその日のイギリス王女、ゾフィードロテアの間の四女で、フリードリヒ二世大王の妹、同族のブランデンブルクシュベート編教博、フリードリヒ・ビルヘルムに化した。父親の、兵隊王、フリードリヒ・ビルヘルム一世は、 娘は他人にくれてやらねばならないということで女子の誕生を喜ばず、王太子フリードリヒの後にも、多い継承者となれる男子が生まれるのだけを期待していた。1734年、成人したとみなされた15歳のソフィーは、10万、ライフスターラーの持参金付きで、父親の重低にあたるブランデンブルクシュベート、辺境博フリードリヒビルヘルムと結婚した。 19歳年上の君は極めて評判の悪い人物だった。辺境博はひどい悪ふざけと粗暴な言動が目に余り、基地偏辺境白と呼ばれていた。辺境博に故障として使えた経験のある騎兵隊将軍フリードリヒ・ウィルヘルム・フォン・ザイトリッツによれば、辺境博は、風車の回転する羽に捕まって遊ぶような人物だった。シュベート辺境白寮は、 ちっぽけな領土しかなかったが、フランスのユグー難民を多数保護していたため、経済的には非常に繁栄していた。ゾフィーは夫と心を通わせ合うことはできず、その30年の結婚生活は不幸としか言えなかった。その上ゾフィーは他の姉妹たちのように際立った知性を持ち合わせないことにも劣等感を持っていた。シュベート辺境白夫妻は結局、別居することを選んだ。 夫の偏境伯はシュベート城で、ゾフィーはモンプレジール宮殿で暮らした。夫との間には二男三女があったが、息子たちはどちらも幼児のうちに死んだ。ゾフィーはホーエンツォレルン家の人々に多い水種に悩まされ、亡くなった。ありがとうございます。